3秒前です。沖縄手帳発行人の時間です。沖縄手帳発行人の前城徳七さんが沖縄手帳をめくりながら、ウチナーのことをもっと知りたい皆さんに、沖縄の今日の出来事、沖縄の再発見、沖縄の再時期について語ります。今日はまず最初に番組からのお知らせがあります。この番組の放送日時が変わります。9月からは1時間番組となります。毎週火曜日の11時から12時までとなります。さらに準備でき次第、 FM ギノワン一曲の番組から、なんと FM 那覇、 FM コザも合わせた3曲同時放送となります。私も引き続き担当いたします。今は現在はね、26分と時間が窮屈ですが、ゆとりを持った番組になるかと思います。それでは発行人、よろしくお願いします。この他にまだありますでしょうか。はい、じゃあ、ぐすいよ中華なびら、発行人の前城です。はい、よろしくお願いします。はい、今ゆきさんから話がありました通りで、9月から1時間番組になって時間も変更しますやった、まあ、喜んでる人が少なくとも2人はいるそしてですね、パーソナリティに新しいメンバーが加わります。はい、これは以前私が不在の時にピンチヒッターしていただいた与那覇仁さんに、レギュラーとして出演してもらいます。やった、まあ後で彼紹介しますけど、はい、仁さんは若くて活動的で、はい、太鼓集団那覇太鼓の会長もしてますし、はい、その他三線とか琉球舞踊も楽しんでます、たしなんでますし、方言もできます。まあ、方言教室の先生もしてますんで、うん、まあ、本人はカナダ、オーストラリアに留学してそこで沖縄の文化に目覚めたということらしいんですよ。うん、で親が非常に心配してるんですけど、その心配をよそにですね、はい、なぜ心配するのかっていう打ち込んでる青年でして、うん、まあ、沖縄テレビ所編集のアシスタントもやっていただいています。はい、じゃあ仁君、自己紹介して、ね、はい、挨拶して、親も心配させる入ってないかも、はい、はい、これから、レギュラーとさ、としてラジオ出演させていただきます、与那覇仁と申します。親も心配するほど、何でしょうね、好きなことばっかりをやっておりますが、まあ、今させてもらってる仕事も全部趣味の延長線上になってまして、まあこれもあちこち海外行かせてもらいながら、海外でやっぱ経験することもそうだし、海外で出会う人たちもそうなんですけれども、はい、やっぱりいろんな他の国の人たちっていうのは、自分たちの国の、うん、もしくは地域の知識だけじゃなくて、うん、やっぱり誇りをすごく高く持ってる。そうですよね、って感覚ですね。日本人にはちょっと足りないかもしれない。そうかもしれないです。うん、それをすごくどこ行っても感じさせられるんですけれども、うんうん、実は明日からまた週末台湾に三振のライブに行ってくるんですけれども、まだ台湾っていうのはまたすごく親日的なところで、また琉球との変わりも密接で、台湾では今でも琉球っていう言葉で沖縄呼ばれてるそうで、沖縄じゃなくて琉球。そうなんですね。そういった歴史背景も探りながら行ってこようと思ってますけども、これからあちこ勉強させていただきながら関わっていきたいと思ってます。はい、楽しみですね。はい、楽しみです。まあ、今出ましたけどね、台湾の飛行場行ったら琉球那覇って書いてあるんだよね。で我々行くと琉球同胞来たるってとても歓迎されるんです。それは、まあ、ちょっと話がすごく延期にされてしまうんですけど沖縄の日本復帰について、中華民国はですね、戦勝国の一員として、それに、同意する権利、印鑑を押す権利を持っていると。でそれを戦勝国である中華民国の同意を得ないで沖縄が復帰したんで、ここが日本であるということは認めません、うん、というのが今でも公式見解なんです。ですから、台北の飛行場にも必ず琉球那覇です。たまに台湾の漁船が領海侵犯をして、
日本のシェフが抗議すると、うん、ここは日本だとは思ってませんって回答を今でも戻ってきます、はいはい、でもとてもあの親しみ感じてね、あの我々も行くと、あなたたちは日本人じゃなくて琉球同胞だってとても歓迎してくれるところです。頑張ってください。はい、頑張ってきます、ね、こういうふうにね、あのこの番組の中でね、ついついこういろんなことをね、うん、あの入れたくなるんですけど今まではねもう26分ということですごく駆け足でね、うん、私もいろいろ聞きたいなと思ってもこう抑えて終わってから聞いたりしてたんですけどね、これからは伸びるので時間がね、うんうん、そういうのも、ね、はい、会話も駆け足で ね、 、うん、ね、入れていきたいなと思います。楽しみです。はい、9月からは火曜日の11時からになります。お楽しみに。はい、まあ、さて、あの昨日でお盆も終わりました、はい、まあ、今日までやってるところも一部あるんですよね、はい、あの糸満だとか南部ではまだやってるところもあるんですけど、まあ、ほとんどが昨日で、ウークイ終わってます、はい、で私も昨日夜うちに帰る途中で、うん、あっちこっちから聞こえるんですよね、うん、餌の音が、はい、まあ、それで車の窓を開けて走ってきたんですけど、うんうん、3カ所4カ所で聞こえまして、うん、ゆきさんも遅くまでやってお疲れ様でした。あ、はい、あのここの330、この今、うんうんうん、FM 技能湾があるこの通りもやりましたしね、うん、こう車とあの、うん、窓開けて聞いてくださる方とかもよく見えてましたよ、そうです、はい、地方の席から全部見えるんで、はい、もう看板箱も見えたんで車の中から1000円あげようかなと思って車止めるわけにはいかないんで、あ、はいはい、それはそれでかっこいいですね、通りすがりの金一封で、あのジェさんはさっき言ったように太鼓もやったり A さんもやったり、まあ、台湾に行ってもやるんでしょうけど、うん、で今日はね彼にね、あのどんなエイサー曲がいいのかなとか彼の好きな歌を聞いて皆さんにも聞いてもらおうと思ってます。ジン君どうですか、はい、私も悩んでやっぱりエイサーにちなんだ歌をいろいろ CD を探りながら選んでたんですけれども、うん、やっぱり最後は生が一番いいなと思って、私もエイサーではあの地方を担当してますので、まあ、せっかくなので、あ、太鼓もやるし地方もやるってこと。はい、地方も担当してます、はいはい、まあ、今も踊りの方は逆にエイサーは現役引退して後輩たちに任せてますね。で今はもう地方をしながら見てる立場になってます、うんうん、で、まあ、選曲は、まあ、チュンジュン流りと久高まんじゅうすうということで、まあ、まあ定番ですね、はい、どこの青年会も必ずこの2曲は、ね、必ずやりますね、やってると思います、うん、もう早速いきます、うん、行きましょうか、はい、はい、私も弾いていいですか。もちろんですよね、ゆきさんも昨日歌いすぎて喉が潰れてなければそうですね、一応声出てるんで3日間歌い通しでしたけどね、まだ歌えますよ初めてのコラボなので全く打ち合わせも練習も何もないのでそうですね、でも定番の曲なんで合うかなって感じで、はい、私の重さ
微妙に違いましたね。初めて合わせましたね。面白い。でも、まあ、いいですね。声もとっても迫力があるし。うん、これでね、踊りもいたらね、最高ですね。最高ですね。前城さん、太鼓。太鼓。はい。でもこれだとレスラーもね、実際聞けるし、後でネットを見る人も聞けるから。そうですね。ただです、はい、あのユーストリームと、後で YouTube にも載ってますので、ぜひね、はいはい、見逃した方はおすすめで、はい、いいですね。はい。台湾では何やるんですか？台湾では、あのエイサーデンとした三振のライブで、ほう、こっちでバンド組んでまして、同級生と、うん、琉球ノーボーリーズというバンドを組んでまして、ノーボーリー、ノーボーリー、まあ、ノーボーリー心配する、まあ、沖縄でナンクルナイサーって言うなんですけどあのバンドのライブで行ってきます。なるほど、いいですね、はい、うん、では次行きますか、うん、ああコマーシャル CM、 はい、それでは一旦 CM です。この番組は丸政印刷の提供でお送りしています。ありがとうございました。ここでやるといつも調節しながら三振引きながら調節しないといけない。途切れてしまう。今度全島エイサーは来週なんでね、そうです、ね、28、29、30、5秒前です。沖縄手帳発行人の時間をお送りしています。ツイキャスにセブンさんからパチ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 って来てますよ。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、では続いて沖縄手帳をお持ちの方はぜひお手元に用意してください。このコーナーはここ1週間の中から面白い今日の出来事をご紹介します。はい、じゃあですね、あのだいたいもうその日のことを説明してるんですが、はい、今日は8月の18日、はい、旧でいうと7月の16日、はい、つまり今日はあのいざよいなんですね、はい、今日の満月が一番綺麗だと思います。昨日で9本の雨季も終わりまして、はい、8月18日に書いてあるのはですね、あの太田県知事、太田正秀県知事ですね、はい、が世界長寿地域宣言をやったと、はい、1995年、うん、まあ、この一行だけなんですね、はい、だけどこれはちょっとあの取り入れてみようかなと思うのがありまして、うん、実は沖縄手帳の別のページにですね、これ1月28日のページなんですけど、そこには2003年の1月28日に沖縄県の長寿危機緊急アピールっていうのが出てるわけです、うん、つまり1995年にあの太田県知事は沖縄は世界一日本一の長寿地域であると、うん、ほころかに宣言をしたわけなんですね、はい、ところが、それから8年後ですか、はい、1月には県はこの長寿が危ないんだという危機アピールを出しているわけです、うんうん、で何が一体どうなったんだろうかなと、そのさらに、沖縄県の長寿の危機緊急アピールからすでに15年経ってるわけですね。でその後、うん、今の沖縄の長寿はどうなんだろうかなと、はい、いうことでちょっと見てみたわけなんですけど、うん、この太田正秀さん の, あの世界長寿地域宣言1995年ですね、うん、その後残念ながら沖縄県は国内の長寿1位の座から転落をして、うん、これですね、本当にびっくりするようなスピードで、うん、毎年毎年ランクを下げ続けています、はい、この、 あの平均県別の平均寿命というのは実は国勢調査事項なんですよ。だから5年ごとにしか発表されません、はい、で国勢調査は実施して大体2年過ぎてから表に出てくるんですよ、うん、ですからその間隔があるんですけど、そのたびにですね、あの予想を超えるほど悪化していく、うんうん、特に問題は男性です、はい、で沖縄男性は1990年にはあの1位、これまでずっと1位だったのが5位に転落をして、うん、5年後の2000年ちょうどには26位に、まあ、大幅転落しまして、うん、
この時に長寿の危機宣言アピールが出たわけですね。でその後もさらに落ち続けて、30位に今なってます。だから下から数えた方が早い、そして2015年、つまり去年の調査が、うん、おそらく来年か再来年の初めあたりに出てくるんですよ、はいはい、その時はもっと悪化してるんじゃないかなと言われてるわけ、うん、一方女性はですね、都道府県別の平均寿命でずっと1位だったんですけど、うん、2010年に初めて3位に落ちてるんですね。これはまだ3位だからまだいいんですけど、今問題になってるのは沖縄県の平均寿命は長命の老年者の寿命と、それから短命の 若い人たちの寿命にもはっきり分かれてると言ってるわけですね。あ、だからたくさん高齢者がいるんで平均すると長寿のように見えるんだけど、うん、それ以外の人は非常に短命だと、うん、である学者が65歳以降の死亡率を調べたところ、うん、2010年には実は日本一になってるということで、65歳以下の若い人たちは圧倒的に短命だということなんですね。だから沖縄は今の長寿の人たちが亡くなっていくと、うんうん、残っている我々のような世代の人は短命なんで、うんうん、どんどん短命になってくるということらしいんですよ。なんでなんですかね。これはですね、もう明らかに食生活が悪いと、うん、食生活がそれだけ変わったってことですか、はいはい、子供の頃の食生活が相当悪影響を与えていると言われてまして、まあ、アメリカ風の食べ物とかファーストフードとかコカ・コーラとか、うん、50年前の食生活がそこにもろに現れてくるらしいんです。うーん、で肥満率も多いし、あまり人のこと言えないんだけど、ウトスイの方がコーラ大好きじゃないですか、うん、それあるね, ね、うん、でもその他の生活がいいんですよ、ね、あ、ただ60代も危ないんだけど30代も極めて危ないらしいんですよ。だから僕が言ってきて、ジュン君もそろそろ30代に入るんで、うん、お互い相当気をつけないと、うん、沖縄は世界の長寿から世界の短命とまではいかないけどね、うん、まあ、まだ平均的には長寿の方だけど相当なスピードで下がってますよと、うん、で次の発表の時はもっと悪いことになってるんだろうなということですね、うん、だからそれを今はですね、こう長寿学会あたりでは沖縄の長寿がなんでこれだけ短期間に転落してるかという問題の研究と、うん、これはおそらく全日本に普及してくるんじゃないかと、うん、沖縄がそのトップランナーになってるんじゃないかなということを言ってるらしいんです、うん、で私以前あるドクターから昔の明治時代の内務省の役員のレポートを見せられたことがありまして、はい、いい言葉書いてあったんですよね、うん、それをちょっと思い出してみると、うん、何時長命線とつまり長生き線と発すれば直ちに沖縄に移住すべしと、うん、いうふうに明治時代の役員が書いてるんですよ、うん、だからその時の沖縄の人たちの生活習慣とか、うんうん、とても良かったんでしょうね、うん、それが崩れてきて今は残念ながらもう最悪の状態になっているということですね、うん、だから我々は生活の進歩、生活が進歩したと思ったのが実際は後退だったということですね、うん、まあおじいおばあの知恵に習わんといけないし、うん、あんまり働きすぎもいけないし、うん、前城さんは沖縄料理はよく食べますか？食べますよ、うん、ジンさんは食べますか？食べますけど、わざわざ沖縄料理を食べたいって思う時もそんなにないかもしれませんね、うん、ゴーヤがやっぱいいらしいですね。ああね、がんにいいとかね、うん、ある長寿学者もね、電話インタビューよく受けるんで、なかなか説明できないんで、うん、もうゴーヤと一声で言ってましたけどねへえ、だから地元の野菜を使って食べる、うん、働きすぎない、のんびりする、うん、ランクルな野菜でいくと、うん、まあそれと車社会ですよ、運動の人たちとか、ね、明治時代だったら車はないですもんねないない、どこに行くにも歩かんというか、ね、ということでこれは大変危機的な問題だということを、うん、まあ、知っておく必要があるだろうなということですね、うん、はい、気をつけないとですね。そうですね、はい、まあのんびり行きましょうストレスためないことが一番ですね。そういうことですね、まあ、それと前回ちょっとご案内しましたけど NHK の特番の終戦放送特番
ラストアタック、はい、うん、何だったっけ、うんうんうん、見ましたかな。私テレビないので見てるんだね。あれ見てみたらいいです。結構面白かったですよ、うん、あの後半もとっても良かったしね。だ僕は その E さんという特攻隊の生き残りの小説のことは、うん、あの島の人から話を聞いていただいてたんで、はい、とても関心があったわけですね、うん、何島でしたっけ、伊平屋島の野保島、野保島、まあ、はい、はい、でそのうちも見ましたし話も聞いたし、一緒に飲む機会は残念ながら本人がいなくて逃しちゃったんだけど、あの伊平屋島村主はその人に関する部分をずっと見ていたんですよ。だからとても関心があって、テレビで見ると少し違ってるなと思ったんだけど、実はこれ本人の伝記がありまして、それを見るともうかなりかなりかなりですね、あのノンフィクションに近い出来ですね、うん、まあちょっと余談ですけど、あのテレビ番組の中で、主人公たちがあの認識票みたいなのをつけてたんですよね、はい、だからこれはおかしいな、軍人だけど民間人に身分を隠してるのになぜこんなのつけてるんだろうなと思ってましたら、調べたらあれ米軍がこの男たちにはみんなこう認識票をつけさせてるんですよね。ああなるほどなと思いましたけどね。認識票って何ですか。あの兵隊でやるここに金属の名前とか兵隊番号を入れたやつ、つまり、はい、亡くなった時はこれを引きちぎっていくわけ、だから軍人はやるんです。だけど軍人から身分を隠している人がやるのはどうかなと思ったけど、それは事実だったわけですね、へ、それから孫子の方では8月の10日に特攻隊が来たとか11日も来たとあるんですけど大丈夫かな、8月の15日に来たと書いてなかったんですよ。あーはーはー、だからそれも見ていくとあるんですよ。あの8月15日に海軍の特攻隊の司令官の宇垣中将という有名な人がいます。この人が責任を取って感じたんでしょうね。8月15日に特攻隊の出撃命令を下してるんですよ。うーん、そしてその人が伊平屋島に墜落してるんです。で調べてみるとある伊平屋島に落ちた飛行機の2人乗りのはずだけど3名乗っていて、うん、意外があってね、そのうちの1人はあの航空服をつけてなかったという記録があって、どうもそれが動き中将ではないかなというようなことになっています。でさらにびっくりしたのは、そのテレビが放映されたらネットで調べたらすぐ反響がありましてね、なんとあの私のお父さんはそのイー少尉との戦友でしたと、うん、でいろいろ話聞きましたと、うん、で私はそれを知らないで伊平屋島のムーンライトマラソンを走ってましたとか、うん、ぜひお会いしたいとか、結構面白いなと思いました。再放送があるはずですから聞いてみるといいですよね、はい、タイトル何でしたっけ。 NHKBS の、うん、あのラストアタック、最後の特攻隊、はあ、はい、分かりました。今日はちょっと時間余ってますね、うん、まあ、その最後にね、おばあさんが言うのが、うん、あのまぶいまぎさちゅらさしまさという言葉が出てきてね、心が大きいんだよと、島のようにきれいな心だねというような形で分かれるんですよ。で島の人たちが手を取って手を振って分かれるんですけど、うん、まあ、よくあるシーンだなと思っていたけど、実際見てみると実際に島の人たち海外に集まって、うん、あの帰る印象さにお菓子とかいろんなのを渡して手を振っていたというのは事実らしいんですよね、うん、なんかこういうのも結構面白いんですよ。でまだこれね、いろんな隠れたエピソードがあります、うん、とても面白い、うん、そこにあの海軍の陸軍の秘密情報員がいたというのもあるし、その人が結婚していたとかいろんなね、面白いエピソード、まあ、それは話した人は聞けないんで1時間番組になったから、はい、まあ、まあそういうことで、まあ、今日から3名でやってますけど、あの次から1時間番組で、あのもっと面白い話もできると思うし、はい、まあ、年配の高い人だけじゃなくて若い人にも合うような話ができるといいなと思います、はい、勉強してきます、ね、面白い番組作るようにね、会議しましょうね、はい、構成をね、はいはい、まあ、あの今まであのこの木曜日の、ね、10時半からやって26分でしたけれども、うん、9月から変わりますので、そうそう、あれがね、あの赤に変わったらもう話が放送されないんだよね。あ、そうですよ、はい、でもそれでも喋ってる、時計がね
いつもねもう最後が切れてる状態だったんでね。もうちょっとね分かりやすくもできると思いますし、うん、またリスナーの意見も聞いたり、あのメールも反映したりとか、うん、はい、そういうのもやっていきたいなと思います。そうですね、ぜひぜひ。沖縄手帳もね今編集もうできてるんですか？次のも、もうほぼ終わりです。お、来年2017年の手帳ですよね。楽しみですね、はい、うん、楽しみです。随分変わりましたんでね、そうなんですか、うん、はい、まあ、そんなお話も、はい、紹介もぜひさせていただきたいと思います。はい、はい、じゃあ、はい、あの 来週からだまた楽しみにしてくださいね。はい、はい、それでは沖縄手帳発行人の時間をお送りしました。この番組は丸正印刷の提供でお送りしました。また来週、はい。